現在、赤金ミュージアムで行われている住友コレクションの近代日本画展についての講演会が、26日、新居浜市栄町にある赤金ミュージアムで行われました。赤金ミュージアムで行われている住友コレクションの近代日本画展は、大阪市立美術館が所蔵する住友コレクションの近代日本画を集めた展示会で、住友本社の後押しにより、1943年に企画・開催されました。当時の関西における日本画壇の重鎮20名を選んで、表作を依頼した関西邦画展覧会の作品の一部が集められています。その住友コレクションの近代日本画をテーマとした講演会、住友コレクションの日本画が、26日、新居浜市栄町にある赤金ミュージアムで行われました。講演会では、新居浜市美術館長の山野秀嗣さんを講師に、関西邦画展覧会開催の意義や住友家と美術、展示会開催の時代背景などについて話がありました。講演では、大正時代日本には公立の美術館がほとんどなく、展覧会は百貨店の最上階の催し物会場で、新聞社が企画して主催するという日本独特のスタイルであった歴史や、関西邦画展覧会は戦時中の開催だが、戦争の匂いがあまりしないのは、画家たちの心の中に平和に絵を描きたいという思いがあったのではないかという時代背景などについても話がありました。実際に展示されている作品を紹介しながらの講演に、およそ60名の参加者は熱心に聞き入っていました。今回の講演会のテーマとなった住友コレクションの近代日本画展は、4月17日まで新居浜市栄町にある赤金ミュージアムで開かれています。